外線天文衛星アストロ F は銀河の誕生とその進化の過程の鍵を探すんだよ。アストロ F は日本初の本格的な赤外線天文衛星で、口径70センチの赤外線望遠鏡を使って空全体にわたって星や銀河など全ての赤外線源を調べることを目的としているんだ。目標は銀河がいつどのようにして生まれて現在の姿に進化してきたか、星の誕生とその周りで惑星がどのように形成されたのかというプロセスの解明。アストロ F は現在の天文学に欠かせない大量の赤外線データをもたらすことが期待されているんだ。
初に、JAXA 立川理事長より、ご感想、ご挨拶をお願いします。うん、皆さんおはようございます。朝早くから大変ご苦労様でございました。このニュー5、8号機の打ち上げは、まあ、昨日予定しておりましたけれども、あいにくの雨で一日延びましたけれども、本日は定刻に無事打ち上げができまして、関係者に感謝の意を表したいと思います。まあ、この1ヶ月の間に3機の打ち上げで関係者大変苦労したと思いますけれども、無事に予定通りの成果を上げてくれたというふうに感じております。まあ、これで日本の宇宙開発も着々と軌道に乗っていけるのではないかということを期待しているところであります。 M5 ロケット8号機のアストレイフの打ち上げ実験結果についてご報告いたします。JAXA は本日6時28分定刻に、アストレイフを搭載した M5 ロケット8号機を、打ち上げました。ロケットは第3弾モーター燃焼終了後まで正常に飛行いたしまして、所定の軌道に投入することができました。また、衛星の分離振動につきましてはパース局にて、確認しております。この衛星の愛称を明かりと命名いたしました。これは赤外線の観測というのは宇宙の地理で隠されている部分を赤外線によって見通すことができるわけですけれども、明かりといいますのは遠いところから暗い中に認められる光をという言葉だということで、適切であると考えました。同時にこの明かり衛星は宇宙の謎の解明に大きな貢献をしてくれるものと期待されますけれども、そのようなこの明かり衛星の努力が未来を照らす明かりになるということが期待されるという思いも込めて命名いたしました。さらにこの我が国初の赤外線専門衛星でありますアストレイフが、人類の知的フロンティアの拡大に向けて大いに活躍されることを期待いたしております。宇宙開発委員会は今後とも我が国の宇宙開発をより信頼性の高いものとするよう一層の努力をしてまいりますので、引き続き皆様方のご理解と支援をお願いいたします。以上の内容をしております。 M5 の6号機によるこの X 線天文観測衛星施策に続くものだということで、この引き続く成功ということを心から喜ばしく思っている次第です。この明かりにつきまして、先ほどからお話がありました通り、その星の誕生とか、あるいは銀河の進化ですとか、非常に初期の期待するところが大きいわけでございますので、初期の成果を発揮して、人類の知の創造、これにつながるということを期待しているところでございます。引き続き信頼性向上ということで、非常にその大事な場面でございますので、まあ、この1ヶ月の間に3つというのは、非常にそういう意味で、信頼性向上につながっているというふうに思っております。ぜひこれからも気を抜かずに来年度も頑張ってやっていただきたいと大いに期待しているところでございます。通夜ロケットの、液体ロケットよりも安心して私打ち上げを見ることができています。まあ、やはりそういう意味では固体ロケットかなり技術が枯れているというふうに思っておりまして、まあ、固体ロケット、まあ、今後も何らかの形で残していかなきゃいけないと思いますが、安定した打ち上げをこれからも続けていきたいというふうに思っております。また種子島での打ち上げも、これから努力しまして打ち上げ成功を続けていきたいと、そのように思っております。